画家ラジオ、画家の川田裕子です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあちょっと固い話になってしまうといけないので、私のちょっと不思議な経験から話をしてみたいと思います。ある時ですね、これはもうJR が国鉄というふうに言われていた時代だったと思うんですが、確か大船から横浜の方に向かって走ってる時だったんじゃないかなと思いますけれど、電車は当時はですね、なんていうんですか、向かい席になってるような、4人がこう向かい席になってるような、ああいう作りの電車で、まあ平ったくこうなら、みんながこうずらーっと一列に並んでるような席が主流、今は主流なのかもしれませんが、当時はですね、向かい席になってる席の車両の中での出来事です。で、私が座っていた場所はですね、ではなくて、その真向かいのその4人座りの席のところに、2人の、女性がですね、まあ初老というか、ちょっとこう、お年を召した女性が2人、窓側の方にこう向かい合ってこう座っていまして、で私はその、向かいの4人席の通路側の方にいたので、その2人の声がなぜかですね、ものすごくよく聞こえてですね、つい聞いて、お話をが面白かったので聞いてしまったんですよね。でどういうお話をしていたかというとですね、まず最初にですね、向かい席の1人の方が、いや最近腰が痛くてっていう話から始まったんですよ。で、まあ、当時私は若かったので全然そんな話は興味があったわけはないんですが、でも、もともとこの側弯症というのを持っているので、腰がちょっと痛い時、中学生の時からあるので、それで興味を持ったのかもしれません。で、いや腰が痛くてって言ったら、その向かい席の女性がですね、いやーこの不思議な話があったのよっておっしゃったんですよ。それもとってもこう落ち着いて、なんか信頼のおけるような方なんですよね、その人はね。なんか自信のあるような雰囲気の女性で、まあでも気さくな、なんかどこにでもいらっしゃるような女性なんですよ。まあどこにでもっていうか、よく見かけるようなね、初老の女性で、でいやこれ話聞いて聞いてって言うんですよね。で、いやもう本当によく覚えてるんですけど、もう詳しく話するんですよね、その人が上手に。ある朝、まあ起き上がったら腰が痛くて、どうにもこうにも、もう痛くてしょうがないと、これは困ったと思って、どっか病院に行った方がいいんだろうかと思ったんだけど、心当たりのある病院が近くにない。それで、まあとにかくなんとか起き上がって、朝食を食べて、新聞も開いて、ふっと見たら、新聞のこの片隅に小さく広告が出ていて、電話番号と、なんか腰の痛みとかって書かれた宣伝が目に入ったと。で、すぐ治しますって書いてあったって言うんですよね。で、もうすがるような思いで、そこに電話をして、もう電話番号しか書いてないんですって。腰の痛みとその電話番号、それだけの広告らしいんですが、で電話をしたら、まあ、場所はちょっとこう、電車で乗り継ぐような場所だったんだけども、まあ、その痛い時にはすぐに治療した方がいいって言われて、もうもたもたしていると、その治りが悪くなる場合があるから、ぜひ早く今日中に来てくださいと受付の女性に言われたと。
で、ああそういうもんかもしれないなと思って支度して、もうなんかもう這いずるような思いでタクシーに乗って近くの駅まで行って、まあなんとかこう手すりつかまってその電車に乗ったと。でまあもう本当にもうどうにもこうにも あのやっとの思いで歩いて行って、その病院に行ったら、その先生はどうもその言ってることはよくわかんないから、多分あれは中国人ねって言うんですよね。で中国人の先生だったのよって。でそれもなんか開業したてですごい真新しいような部屋で、その患者は私だけだったと。でなんとなく心配だったんだけども、まあ、受付の人は女性は日本人だったから、まあ親切そうな感じだったし、で治るでしょうかって言って、まあ、そこに座ってください、あの、寝そべってくださいと言われて、うつ伏せになって、そしたらどうも先生はペンのようなもので、そうそうそうそっとこう背中をこうつっついただけだったので、なんか調べてるのかなと思って、それで、はい立ってくださいって言ったら、もうそれであれと思うほどに治ってしまった。不思議な話でしょ。誰に言っても信じてもらえないのよ。でも本当に治ったのよ。じゃあそこ教えて。ところがね、そのお店を他の人に紹介して住所を教えたり電話番号を教えたんだけど、もうそこにはないのよって。えって、いや不思議なんだけど、もうなくなっちゃったのよそのお店って。不思議ねって話をしてるんですよ。それで、まあそういうことあるよねって私はちょっと聞きながら、面白くて面白くてずっと聞きちゃって、その人の話が上手だったし、いやそれ腑に落ちるなと思って忘れられないんですよね。だから私はいろんなことを、周りの人が病気になったり、まあ、父が病気になったり、母があの白内障になったりとか、いろんなことがあるたんびにですね、なんかきっと治る時にはなんかお知らせがあるだろうな、何かに気づくだろうなって思うようにしてるんですよね。それはもうなんか理屈ではないし、どうにかしてこの調べれば解決するとかっていうんではなくて、何かその人が気がつかなきゃいけないことでそういうことが起きていて、それを解決するようなこともまた気がつけば与えられて、そして、治るとか、でそういうことがですね、実際作品を作っていく、生きていく上でも実感として起きることなんですよ。でこれは本当にこの話ってこう宗教じみているので難しい、喋り方が難しいんですけど、別に私は宗教を起こそうと思ってるわけでもないし、教祖になろうと思ってるわけでもないし、まあでも芸術って往々にしてこの宗教とすっごく、まあ最初から関係が深いものなんですよね。なんでそういうものになっているのかっていう、その根本的なところからいくと、まあ呪術的なことから始まっているんじゃないかとされていますよね。例えばラスコンの洞窟なんかは、なんでああいう牛、なんて言うんでしょうね、牛がこう描かれて、牛なのかな、あれなんかこう動物が描かれてますよね。であれは、この動物が現れて食べれますようにっていう神への願いというか、そういう信仰からこの呪術的な意味で描かれたんじゃないかっていう説がありますよね。で
その具現化させていくというか、この現実にはないものを、これから起きてほしいようなことを、絵にして描くことによって、なんかこうそれがあたかもこう出現するという、に違いないっていう、こう確信みたいなものを、その芸術的な技術がですね、よりこう一層こう真実味を増させるというんでしょうかね。だからリアルに描けば描くほど本当に目の前にそれが立ち現れてくるように思われてならないっていう、そういう状況を作るために芸術があったのかもしれない、まあ、芸術がそこから始まったのかもしれないですよね、まあ、そういう力をその絵画っていうのは持っていて、まあ、そういうのはもうすっかり忘れられてしまっているんですが、まだそれを信じている人たちもいるんですよ。で、まあ、これはアボリジニっていう人たちがいますよね、オーストラリアに。あの人たちなんかも夢で見たことをこう絵に描いて、それがどん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 その自分たちの生活を良くしていったことになったっていうようなことを私も読んだことがあるんですが、それと同じように、まあ、現代アートでもですね、例えばゲルハルト・リヒターが書いてた文章の中に、やっぱりこの芸術は最後の聖域であるっていうような、要するにもう宗教というものは失われちゃつつあるんだけども、もう、まあ、キリスト教とかそういう信仰みたいなものっていうのはもう ほとんどの人が、まあ、ある部分もうぞっこん、まあ、信仰してる人もいると思うんですけれども、まあ科学のこの出現でちょっと懐疑的な部分がある中で、まだ少し芸術にはその確信みたいなものを持ち得る場所があるんじゃないかというような、なんか非常にこう曖昧な書き方だったと思うんですが、そんなことを書いていて、これはそれを読んだ時に、ああと思ったのは、私は中学生ぐらい高校生ぐらいの時にテクノポップっていうのが流行りましたよね。その頃にもう年齢が分かってしまいますが、細野晴臣さんがなんか雑誌にこんなこと書いてるんですよね。まあ忠実にこのそれを言うことができるかどうか、ちょっと裏覚えで何度もまあ思い出したことなので、内容は忘れられないんですが、言葉が忠実かどうかわかんないんですけれど、これからは誰もが自分の中に自分なりの信仰の祠を持つ時代になるっていうようなことを言ってました。祠っていうのは、まあ、神殿のようなものだと思うんですけど、神って書くとちょっとやっぱり難しいと思ったんでしょうね。だから祠みたいな形の言い方をされてました。これはどういうことかっていうと、今までの時代っていう、それまでの時代っていうのは自分の外に信仰があって、それの神がいて、それを信仰しなきゃするような仕組みになっていたっていうことなんだと思うんですけれど、そうじゃなくて、これからは自分の中に自分なりの神というか、何か信仰する対象を作ろうよっていう、そういうことで、多分まあ細野さんは音楽の畑ですから、音楽というものも一つの信仰の要素ありますよね。まあアーティストに対する信仰であったり、それから何か信じてるものがあるから曲がひらめいたりというようなことがある世界だと思うんですけれど、この言葉よりももっと前にですね、これが腑に落ちたのはですね、私の場合は、中学生の時に荒井由実、まあ、当時荒井由実でしたけど、今は増遠由美さんと言いますね。荒井由実さんが作った曲は、まあこれは今でも有名な曲だと思うんですけれど、優しさに包まれたならっていう曲があって、これは結構まあ
カラオケでは私の18番みたいな、昔はカラオケ昔よく歌った時はこれよく歌ってましたけど、まあ中学生の時にそうだなと思って歌ってたんですよね。まあ、歌詞はなかなかこれは著作権があるから全部言うわけにはいかないんですけれど、まあメッセージって言葉が出てきますよね。だから目に映る全てのことはメッセージ。だから優しさに包まれたならきっと目に映る全てのことがメッセージ。メッセージってもうまあスピリチュアルですよね、これね。あの今スピリチュアルが動画、まあ、YouTube なんかでもたくさん信仰者というか興味を持っている人たちが集まってそういう話題が盛り上がっている、そういう動画たくさん見かけますけれども、もう当時これ1970年代じゃないですかね、うん、メッセージという言葉を使ってます。だから、まあ、今でもメッセージって言葉使ってスピリチュアルを語る人いるんじゃないでしょうかね。まあそんなことで、その私もいろいろこの日常の何気ないことがメッセージだなと思う、要するに、うん、いろんな気づきをもらうことって たくさんあって、まあそれがないと多分絵って描けないんじゃないかなと思うことがあるぐらいです。でそのまあ私の場合は絵だけではなくて、絵を描いている中で気づいたことっていうことが全てこの直結、自分の生活や生き方とか、日常の困ったことの解決とかそういうことに全て直結するんですよね。不思議なんですけれど。でもうそういうことに助けられてここまで生きてきているので、もうこれは おそらく私自身の自分がこう編み上げた作り上げてきた信仰の一つなんだと思うんです。でこれはおそらくですね、昔は、まあ、言い伝えとか何気なくこの家族の中でとか親族の中でしきたりみたいなものがあって、そういう中にそういう知恵があって、こう日常でもう必ずルーティーンがあって、こうすると必ず神様が助けてくれるっていうような何か方法があったんじゃないかと思うんですよ。で私の場合はそういうものはもうすっかり、まあ、亡くなってる時代に生まれてきて、でもやっぱりこの社会的な枠組みのそのこう既存のこう出来上がった安全で安心なこの生活のルーティンの中に組み込まれることができなかった、私はそこからはみ出てしまったので、いわばその野蛮な野蛮というか狩猟民族みたいな、要するに農耕民族の中に狩猟民族が紛れ込んだような感じですよね。でその、要するに家庭をこう 毎月お給料がもらえてっていうような生活から抜け出してしまったので、そういう人はどうやって日々生活していくかというと、もう信仰するしかないですよ。明日食べていけるだろうかとか、そのこのままで大丈夫だろうか、何か困ったことが起きたら私はどうするんだろうかって不安になるのが普通なんだけど、まあ普通だって思われている時代は昭和に入ってからなんですよね。それ以前っていうのはおそらく多くの人はまだその多くっていうか大変半分ぐらいの人は災害があったら本当にこの畑はでからこの食べるものをいただけるんだろうかみたいな不安に苛まれながら、なんとか信仰して神様にお願いしながら、とにかく食べていけますようにって願いながら生きてたと思うんですよ。そういう姿勢っていうのはおそらく高度経済成長が経てですね、みんな忘れちゃったんですよね。まあ、農業もですね、なんか農業とかがバックボーンにあって、
生活を保障してくれたり、その保険になってたりして、まあ取れない時には助けてくれるからみたいな感じになった、そういう安心安全な生活にどっぷり浸かると、すっかりそのもしかしたらその災害が起きて植物、まあ食べるものが糧が得られないかもしれないとか、そういうこと考えあんまり考えなくてもなんとかなり始めちゃったところに、いや実はやっぱり現実はそうではなかったっていうことが起きていくというか、で、うーん、まあ私たちはこの当たり前のように何か安心安全な生活をの中にこうどっぷり使ってしまったために、この信仰力っていうか、困った時に何か自分を助け、自分の力を拡大させるというか、思っても見ないような力を発揮させる、まあそういう言い方の方がいいと思うんですが、そういう機会も能力も失いつつあるし、しかしどこかにその能力は必ず残っているはずなんですよね。でそれを試す、芸術をしながら試しているようなところが私の場合あります。ですからそれが私にとっての信仰であるし、なんとかその作品を作りながら生きていくということを今私はしているんだろうなと思います。これはもしかしたら今困っている人とかに、それからまあ体の調子が悪い人とか、どうやって生きていったらいいだろうかわからないとかいう人に勧められるかどうかはわかんないんですが、その人間には与えられたその解決する能力というか、何かしようとしなくても不思議な力を与えられるようにできているという、まあ私の場合はそれをなんとなく信じることができるんですよね。で、それ反論されたら言い返す力はないんですけれども、どの人にもそれはあるんですよ。でだから生まれてきて、それで何気なくそれは使っているんだけど、気がついていないだけなんじゃないかなと私は思っています。まあ具体的に芸術の、まあ私の場合制作活動をしながら、どのような方法でそういうことを、発揮して どのような形態で発揮しているかという話もした方がいいのかもしれませんが、これはまた次回ということにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。画家ラジオ、画家の川田裕子でした。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。